どうもーカゲヤンです。今日はですね、トイレ掃除を続けるということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、僕がですね、そのトイレ掃除を始める機 っけていうのはですね小林正官さんの本を読んでですねトイレ掃除をするとそのお金に困らないようになるようなことをこう書いてあったんでこう始めたりしたんですけども別にね何もなかったんですよね。で何もなかったんで結局やめてしまったんですけどもその、えー、自分は店やってるんでねトイレ掃除いうのはほんで家族。 えー、家族がやってるんですけどもで朝に家族がやっててほんで夕方に僕がやるっていう形をしてたんですけどもその朝でやっただけでまあまあ基本的には十分なんですけどもあのー、まあ夕方にやるっていうことをしててですねで,でやったりやめたりっていうことをこうずっとやってたんですけども去年のね10月ぐらいからねちょっと一回もずっとその何が何でもというかその。 もう一生続けるようなこう感じでちょっとトイレ掃除してみようとそのお金どうこう関係ないしちょっとこうやるっていうことを続けてどういう結果になるのかっていうのを見てみようと思ってこう去年のまあ10月から10月ぐらいやと思うんですけど続けていってですね現在今までね1日も休まずトイレ掃除をしてるんです。で、えー、そのねトイレ掃除をしていることだけではないんでしょうけども。 そのコロナウイルスの関係でですね売り上げがやっぱり下がるんですけれどもで5月は下がったんですねで5月下がったんですけれどもなぜかねそのお金に関して言うとですねそのほんまに困る状態のギリギリの売り上げで こう推移さす5月だから結局必要なこう。例えばその散髪へ行くためのお金であるとかですねそういうことですよね。そういう必要なお金の分だけの売り上げが絶対に上がる形になったんです。5月の時にね。その時にね。トイレ掃除をしながらね。あれ、これもしかしてなんかまあトイレ掃除が関係あるんかわかんないですけど、なんか？お金？ むっちゃ困る感じじゃないなぁって思ったんですよすごいちょっと危機感があったんですけどなぜかそのお客さんはある程度来てくれるというかそのもちろん減ってだいぶ減ったんですけどそれでも一応ギリギリ困らない程度にお客さんが来てくれることに気づいたんですねで、これってもしかしてトイレ掃除関係あるんかなとか思っててでちょっとそういう風に意識した時にねちょっとホッとしたんですね自分の中であ俺 結局そのなんか無茶な金の使い方したらもちろんお金は減っていくんですけどその最小限のお金の使い方をした時にその一番5月のしんどい時がこう乗り切れたんですね。でそういうふうに思ってですね6月7月今8月とこう来てるんですけどもそのそれなりにこう売り上げがこうまあ大した売り上げではないないって言ったら失礼を来ていただいてるお客さんに失礼ですけども。 それでもでもすねなんかこうちょっと良くなってる感じが感じが、まあ、良くなってるんですけどそういうのがあるんですよほんでその節目節目を見るとですねトイレ掃除の向き合い方僕ので最初の頃っていうのはこうラジオを聴きながらトイレ掃除をしてたんですね。でラジオを聴きながらトイレ掃除をずっとこうしてたんですけどもそのラジオを聴きながらトイレ掃除をしながらトイレ掃除のする場所をねより丁寧にしていったんですね。 で広げたんですよだから、えー、便器の周りと床とっていうぐらいをやってただけをもうちょっと壁とかいろんなところをこう掃除するようになっていて。 ちょっっっと売上が良くなてていってですねこれが、えー、トイレ掃除をしたからっていうだけじゃないんでしょうけどもほんでですねそのラジオを聴きながらするとトイレ掃除にこう向き合ってないなって僕思ったんですよねそのしっかりとそのトイレ掃除にこう集中してないなとラジオを聴きながらなんとなく流れるようにやってるだけやというふうに思ったんでラジオを聴かないようにしたんです。でトイレ掃除に真摯に向き合うじゃないですけどそういうふうにこう変えたんです。 これででししっっかりとこうやるようにこうしていったんですねで最初はちょっと違和感あって、ね、ラジオがないから何か違和感あったんですけどだんだんね3日目4日目ぐらいからこう集中してできるようになってきてもっと丁寧にしたろうともっときれいにしたろうってやっていくとですねそのトイレ掃除で使ってる雑巾がですね、えー、最初はその初めてやるとこやとこうほこりがあるからこう服と汚れるじゃないですかその雑巾がね。それが、ね、毎日その広範囲にやってると 全然いでも、ね、これがだからずっときれいな状態を毎日毎日朝はあの家族がやってくれて夕方は僕がやるでそれも丁寧にやるっていうことをしてるとですね、えー、ずっときれいな状態ほんで雑巾まで汚れない状態になってきてですねこれはなんか分かんないですけどそういうことが、えー、何かこういろんなことがいい方向に向かっていくような。 形になってるでこれから僕がトイレ掃除にこう向き合う時にどこまでやるのかは今のところは分からないんです今は自分で今これぐらいがベストかなもうちょっとできるところがあるんでもうちょっとこう丁寧にやっていく形をとっていこうとは思いますけどもまあまあ,あのいい感じですねすごくこう、えー、満足させていただける現状になっているというところででトイレ掃除っていうのはこう ほんまに真摯に向き合えば向き合うほどね。こういろんなこと、他のことも自分がこう。こう集中してやったり。とか、そのいろんなアイデアが浮かんだりとか、そのうまくいくようなこう。流れを作ってくれるような。そのトイレ掃除。 をしない状態とする状態っていうのはしてる状態のがやっぱりその精神状態とかそういうものもいい状態やと思うんですねで、そういうことを作り上げていけるっていうことがいろんなことがこういい方向に向かっていってるんかなというふうな感じはしてるんですねだからその何かこううまくいってないなと思ってで 最初はこう打算的にトイレ掃除を始められてもいいと思うんですけども毎日続けることですね。で毎日続けていって僕だから旅行行ってもですね旅行行ってた日もですね結局帰ってからちゃんと掃除、えー、トイレ掃除したという形をとってたんでどんなことがあってもしてるという状態今のところはですね。で一回も休まずやってるしそのトイレ掃除することは全く苦痛じゃなくてですねそのありがたささ,さ ぐらほんでより丁寧にしてやろうというふうにこうなっているとでこれが科学的には証明することは多分ちょっと難しいんかなと思うんですけどもなんかそのことによってですねトイレ掃除にこう真摯に向き合うことによって何かいろんなことが影響を与えてるんかなという感じはあります。それは 一部としてねそのトイレ掃除しただけで全てがうまくいくっていうことではないですけどもトイレ掃除に真摯に向き合うことによって他のこともしっかりとこう向き合うことができるようになるんかその辺がまあまあそのはっきりした僕の答えはないですけどもそのトイレ掃除をこう続けるっていうのはこう今のところ変わってないことでもっとこうできることを増やしていくというかでトイレの内装にしてもちょっと変えていきました。内装というかその 飾り付けのもんであったりとかね。そういうもんでもですね。その6つね、えー、窓際のところに6つそのちっちゃい何、えー、て言うんですか？植物みたいなこうちっちゃい100均で売ってるやつがある。6つ並んでたんですね。で6つ並んでるのを見ながらですね。これ6つってこう？ バランス的に良くないいいな。なつにしよよううっていうのが思い浮かんだんだですよね。なぜかねその7つにすることによって何かが変わるとは思わないんですけど僕の中でひらめいたんで100均で1個だけ、えー、選んでですねその7つ目を真ん中に置いてですねだから、えー、左から4番目右から4番目ですねとこに置いてそうやって飾ってるというとこですそれが何の影響があるのか全く分かんないですけどもそういうのはひらめいたんでやってみるとかですね、えー、そういうことはこうしてみましたということで。 うん、あのー、今日はトイレ掃除を続けるということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。